養成所チャンプとは、ボートレーサー養成所の研修終了時に行われる、卒業記念レースにて優勝したもの。2001年まで、協定研修は、モトス研修所であり、当時は、モトスチャンプと呼ばれていた。2017年より、大和学校が、ボートレーサー養成所に解消されたため名称を、養成所チャンプに再度解消し、通称も卒業記念競争から、 終了記念競争に変更した。出展は、ボートレース公式ホームページ内の、ボートレーサー養成所コンテンツに掲載している、バックナンバーと、年2回無料配布の日本レジャーチャンネル発行、ボートレースファンブック内閣号掲載の、終了記念競争優勝者一覧及び、終了記念競争優勝戦の記事である。モトスチャンプ、ヤマトチャンプ、養成所チャンプでもあり、 現在も記念レースで活躍中の選手には、大田和美、池田浩二、田村隆信、新田武史氏、篠崎人氏、安高地進むなどがいる。2003年8月28日、佐賀県警伊万里警察署は、元交際相手であった当時19歳の女性を、力ずくで車に乗せ、ホテルへ連れ込み集団で合姦をしたとして、92機の 大和チャンプであった佐賀県内の当時18歳の協定選手をはじめとして17歳から18歳までの少年4人を強姦の容疑で逮捕した。選手を含む少年4人は中学時代からの友人で容疑を認めていた。なお、この選手は事件の責任を取る形で引退した。通算勝利数は2勝であった。ありがとうございます。